修善寺日の里は静岡県伊豆市にあるテーマパークである。道園は伊豆半島の主要な温泉街の一つを有する修善寺温泉の中心から1 5トルほど離れた山陵にあり、園内にはイギリス村、カナダ村などのテーマで施設及び庭園が設けられている。この二つの村の間にはミニ鉄道が敷かれ、園内には庭園や花壇が多く、 季節ごとの花々を楽しめることが特色である。敷地面積は50万平方メートルに及びこれは東京ディズニーランドとほぼ同じ広さである。修善寺日の里の前身は1924年に修善寺町調整施行記念事業としてもみじや赤松を植樹し整備した修善寺公園である。1967年に再整備し民間所有の梅林を加え、 修善寺自然公園となり、1930年に起きた北伊豆地震により崩壊した池の跡地を利用して、花勝蒲園を、1978年には、釈投げの森をそれぞれ期間限定で開園。1988年には、日本庭園が完成した。その後、この修善寺公園を活かした周年遊客施設を作ることとなり、1987年に着工。 1989年12月6日、修前寺長が出資した財団法人修前寺長新高校社が県より認可を受け、1989年11月には公募により名称が決定。1990年4月1日に修前寺二次の里が開園した。開園当時の同テーマパークは修前寺長の長域であったが同町が合併したため現在は、 伊豆市の市域となっている。財団法人名も伊豆市新高校舎に変更された。2018年11月29日、指定管理者伊豆市新高校舎が同園の経営難を理由に2019年3月末の営業を最後に運営から撤退、管理者を公募する方針であることが発表される。応募状況次第では休園や市の直営の可能性もあり、 2019年4月以降の営業は窮地に陥った。2019年3月13日、伊豆市は4月からの指定管理者にシダックス大新東ヒューマンサービスを選定。4月27日にリニューアルプレオープンした。9月にはリニューアルグランドオープンを予定している。テーマパークはゾーンごとに完結した風景を作らなければならなく、イギリス村と カナダ村は800メートルの距離を挟んで同じ尾根に配置し、もう一つの尾根には、匠の村を、その間の谷には、日本庭園と伊豆の村を配置している。各ゾーンは地形や樹木によって遮られ、独自の風景が保たれており、ゾーンを結ぶ間で全時風景を移行させている。後期は1986年11月から1990年3月。設計、監修、 造園設計、建築設計が、戸田良式風景計画。基本設計は、土木設計、設備設計が当日。建築衣装監修が、野口正夫建築協力が、アトリアント、沖建築設計事務所。建築館は、全野望建築、都市研究所。造園協力、多く設計、ランドアート、アトリエクジラ。思考は東急、住友 JV。 富島建設、第一園芸、関章エクステリア。出展、ハローナビ静岡。社団法人静岡県観光協会 AB 出展。伊豆市主善寺二次の里 ABC 出展。主善寺町の年表出展。年間イベント主善寺二次の、里公式サイトハット AB 出展。主善寺二次のゴーロムニー鉄道主善寺二次の、里公式サイト。ありがとうございます。